理科役の水木有沙です。ご覧いただきありがとうございます。そうですね、まあやっと1話が完成したという感じで私も拝見したんですが、なかなかテンポも良くてとても見やすいドラマになっているなと思いました。そしてその結婚婚活というのをテーマにしているドラマっていうのもまたこう少ないと思うので、見ていてとても新鮮なシーンがたくさんありましたし、あと私以外の方のキャラクターのその結婚観であったり、結婚とはどういうものなのかってこう考えていったり、仕事ってどういうものなのかっていう、そのいろいろとこう考えさせられるようなセリフやシーンがたくさん散りばめられていて、私個人的には見てとても面白かったです。なのでできるだけたくさんの方にこのドラマを見ていただいて、自分にこう結婚とはと仕事とはっていうことを問いかけてもらいながら、いろんなキャラクターの目線に立ってこのドラマを楽しんでいただけたらいいなと思っています。はい、なのでぜひ皆さんたくさんの方見てください。そうですね、なんか結ぶさんとの一緒のシーンでですね、その理科の役というのは結婚に向いていないんじゃないかっていうことをこう言われて、それででもそんなに結婚するのって大事なのみたいなことをこう言われるんですね。結婚しない人生もあるんじゃないのっていうことをこう言われるんですけど、それに対してちょっとこう自分の中でもあなるほどなっていう、なんとなくこう結婚ってしなくちゃいけないものだみたいなこう感覚っていうのがすごくあったんですけど、その役を通して結ぶさんに言われた時に、まあそうか、結婚しないという人生もあるのかなみたいな感じで思ったりして俺が言ったんじゃないか結ぶが言ったはい、もちろん結婚はしたいなと思うんですけども、そういう道を選択する時も私自身がそういう道を選択することももしかしたらあるのかなっていうふうには思いました。皆さん、ご縁ハンターついに完成しました。このドラマはですね、ご縁ハンターというタイトル通りの、婚活をテーマにしたドラマです。結婚とは何か、女性にとって仕事とは何か、女の生き方とは何かというの、そういう内容です。ぜひ結婚に興味がある方も、そしてない方も見て楽しめる内容になっていると思うので、ぜひ見てください。4月13日からスタートです。全3話です。お見逃しなく。